じゃあ最初にビフォアなんですけれども、はい、髪の状態だったり色がどんな風になっていたかというのをお願いします。はい、結構もう伸びっぱなしで、前髪とかももうリップラインぐらいまで伸びてて、で少しこう癖が出てるような状態で、まあパーマの少し残留というか少しちょっと残ってるような状態で、結構髪が広がりやすい。で襟足とかそういったところも結構も伸びきっていたので、ちょっとこうショートとしてはちょっとボサッと見えるというか、でそうですね、ただ伸ばすにしても後ろが短いのでっていう状態で、カラー自体は少し色が退色してきていて、ちょっとハイライトの部分が、黄みが少し出てたので、まあ、そういった状態ですかね。うん、全体の色味としては何色系って言ったらいいですか？ちょっと、さえ抜けてる状態ですか？ハイライトの部分はイエローベージュ系というかで、全体的にはもうちょっとあれですね、退色したアッシュとかそういう感じですよね。もともと寒色系が入ってて、そうですね、で抜けたって感じですね。カラーからですね、カラーはどのようにチェンジしたか、はい、お願いします。はい、カラーは、クリーアっていうちょっと色をこうなんか濁すというか、色をちょっとこう混ぜてクリア と、シエナというベージュ系の色と、あと、アマランスという青紫 と、チャコールというグレーをちょっと4色こう混ぜて、で髪自体がすごく細いので、あんまりこう色をはっきり入れると結構毛先が沈んだりとか、全体的にも重くなってしまうんで、ちょっとこう季節的にも冬、そういったところで、こう柔らかさはある、柔らかさはあるけど少しちょっとウォーム系を感じるというか、なんかその地毛にも見えるし、なんかこう柔らかな透明感あるけどちょっとこうウォーム系っていう、なんか一番なんか女性らしさが出たりとか、なんかすごい目が素敵な目をしてるんで、なんかこうかっこよくも見えるんですけど、やっぱりそういったショートの場合とかで、全部こうかっこいいってなるともう振り切っちゃうんで、なんかそういう柔らかさとか可愛さをこう足すために、で退色していっても青紫混ぜてるので、その黄身が出づらいっていうところで、長くそのカラーを楽しめるんじゃないかなっていうところで、そういった色を入れました。青紫っていうのがアマランスでしたっけ？そうです、アマランス。はい、ではカップについて。はい、カットはどのくらい詳しく話した方がいいですか？上半身より軽めでお願いします。そうですね。後頭部のこの出っ張ってるところより下を、耳の真ん中でこう三角ベースでこう取って、で、そこを一回こうタイトにしてあげて、で普通の結構ショートとか、いろんなそういったスタイルって要はこの下のセクションというか、下の部分と上の部分が結構つながっているので、そのつながりすぎていると結局上が動かなくて、なんかこうぺったりとしたショートって結構あると思うんですよ。形のフォルムは綺麗だけど、なんかこっち側がぺったりしてるみたいな。で、今回のショートはもうそのこのボンノクボより下のところはタイトに切ってるんですけど、上の部分とつながってないので、上の部分にはレイヤーを入れてあげて、下の部分はタイトにすることで、よりその動きが出やすい、スタイリング剤をつけた時に動きが出やすいというところで、最近その、SNS とか、カラーとかも結構すごく、業界的にも出てるので、割となんかこうペタンってしたスタイルが多いと思うんですけど、ただなんかその多分顔の加工とかそういったものをしなかった場合に、多分骨格矯正までできてないと思うんですよ、ペタっていうスタイルっていうのは。そういった部分でやっぱりこう髪の毛が動いたりとか、必要な場所に髪の毛があることで、もう普通の状態でもやっぱ可愛く見えるっていうのが、で、前髪はやや目より下でちょっとこううざバングというか邪魔な位置でちょっと切ってあげてるんですけど、実際なんかこれから眉毛とかが結構細くなってちょっと整え始めたりとかしてて重くなってくると思うんですけど、あえてその秋冬とか真冬とかはいうバランスだとどうしてもこうすごく重さを感じると思うんで、ちょっとこうこの顔際とかは少し重さがあるんですけど、この前髪の
フロントの部分は少しもう薄めに取ってあげて、まあ、あの分けてもいいし、ちょっと出したい時には出してもいいし、まあ、そういったなんかこうアレンジが効くようなちょっとあの前髪を作りました。その日のお洋服とかによって、そうですね、首周りに何かを買ったら軽くとか、はい、江崎さんの作るこのちょっと長めの前髪っていつもすごい可愛いですね。はい、スタイリングをお願いします。まあ最初にしっかりと、トリートメントのちょっとオイルをつけてあげて、全体の、あの水分量とかあの状態を整えた状態 で、ちょっと柔らかめ の、 あのクリーム、ちょっとクリームワックスを全体にまぶして、でちょっと動かすみたいな感じ でなんかこう、例えばちょっとこう広がりやすい人とか、そういった人たちとかにはちょっとこう、まあ、ジェルまではいかないけど、ちょっと軽めの柔らか、硬すぎない、ジェリーみたいな、そういったのをちょっとつけてあげると、なんかちょっとこう水っぽくもなって可愛さが出るので、そういったのをちょっとつけてあげるといいかなっていうのは思います。ありがとうございました。